ちは。こんにちは。じゃあ今日は何して遊んでいこうかということで、はい、賛美を進めようかなと思います。こいつですね。で今日やるのは、はい、足回り。まあ現状このままの作りでいくと、はい、エアサスが上げたらこうなるじゃん。車体と荷台がバラバラに動くってことですよね。そうで、これがもうダサいし、はい、で前回の走行でもうスイングがなくてももうこんだけトレッドだったらいけるってことが分かってて、これを取っ払ってもうフレームをなしにして、でそしたらこいつの今ハの字にこうエアサスがついてるのを元の位置の上にもうループを作って一本にしようかな。真ん中、うん、で元々これがハーレー用じゃけん荷重がでかすぎる、はい、でもこの車庫が沈まないの重みで。そうなんですよ、手で押さないと最後までいかないんで、いかんけんもうセンターに一本バシッていこうかな。ちょっとこれ説明してももう分かりにくいんで、はい、もうパッとこれ一旦このボディと後ろ機体を、はい、バラをバラしましょう、はい、切れた感触はあった、うん、あ、これつばだ、シートの後ろが引っかかってる。はい、ということでボディが降りたんで、はい、サスの説明をすると、本来はちょっといろんなものがあるからなんだけど。ぐちゃぐちゃのままですからね。本来はここを、はい、このユニットとここをつないだよね、はいはい、サスがね。で、あとスイングするようになったんだけど、あここの位置に元に戻したいなと。一本このエアサスをここにつけると、ここにつける。だからこの辺はもう全部はつって、はい、おそらくこれも切ってループさせてやらんと無理かなと思う、はいはいはい、で、このここはもうなくなるってこと、ね、これはもうなくなる。で、このフレームもなくなる。フレームもなくなるってことは、で、何かしらでスイング機構を6000円ってことですよね。これだと純正のままでエアサスになる、ね、なっただけだけめちゃめちゃスイングするよね。はい、うん、スイングってその横揺れですよね。横揺れ、うん、それをどう殺すか、どう殺すか。まあ一番いいのはなんかリジットでガチガチに止めれればいいんだけどね。サイドブレーキって話がありましたよね。まあこの辺のボルトとこっちをつなげばいいのかっていうか、もうこいつ自体いらんのね。もうスイングはもうそこまでつければいいってことよね。はい、ちょっと一回その純正のサイドのロック機構をロックさせて触れないように、うん、どんぐらい粘れるかちょっと見てみる。そうですね、うん、でプラス補強ぐらいにしたら楽じゃん言ったら。まあまあそうですね。これをもう完全にスイング専用にしようと思って全部補強しようと思ったらもうめちゃめちゃ大変だけん、まあ、かといってサイドだけだったら不安だけん。そうですね、サイドのロックを使ってなおかつ補強でいければなと。はいはいはい、これがギアボックスに行ってるやつよね。そうですね。で、これのここにあるじゃん、これか、これが多分スイングをロックしよるもんだと思う。これじゃない、あの奥のギア見える、うん、これのギア、はい、でそれがここ、これがこう噛みる、わかる。じゃあこのスイング機構を取っ払いましょうか。取ろうか、はい、パッと取ってしまった方が早い。これ僕叩いたら多分取れると思うんで。叩いたら取れる、手を叩いてみてください、ね、取れると思う。いくよ、はい、
はい、できました。はい、ここのボルトと、はい、ここの元々のマウントを使って振れ止めのこのコの字、これショックの下側がつくってことですか。これがこうつく、これはこうつく、エアサスのこうつけます。はい、ぴったり曲げれました。ぴったりですね、うん、で、これこいつのこことここをやって、はい、で、もうここを舐めてますので、もうそこスイングしないってことですよね。まずしません。あ、はい、かなり強度出てると思います。まあ、じゃあこれをつけていきましょうか。はい、これをつけましょう。はい、はい、2台がこの位置ですね。そうなの、ちょうどかわしましたね。かわすね、この真上で。で、ここにボディがつきますね。ボディがつくね、うん、だからこの中で完結すれば、完結すれば OK だね、この補強が。でもこれここからこう出して、はい、で、こう横にしたら多分2台の中でも多分全然いけるね。ああ、そうですね、うん、やってみましょう。できました。できましたね。すごくない？そういう乗り物みたいに見える。見える。椅子に座ってるみたいなんですけど、これが今前上げですか？これ前上げ。前上げ、うん、スイングもいけそう。お、ほぼしてないですね、うん、多少のなんかやっぱ遊びはあるぐらいで。遊びはこのカラーを入れ合わせるときに。ああ、まだこれ多分やっぱガチガチになる。そしてはい、いきます。そんぐらいだったらどうなんですか？え、あ、もうほぼ全然下げですか？今これ全然下げ。今ちょっとコネクターがなくて2本使われとるけど。あ、前のショックも。そう、でこっちが膨らんでからでね。これそれだったら、あ、まあ走れんことはない。走れんことはないで、スイングをせんのってね。閉めちゃう。全下げ閉める。全下げします。後ろを下げて、はい、で、前を下げる。これ全下げ？これ全下げ。もうほぼ着地ですね。あ、けどちょっとでしょ、まだいいや。ただこれけど、これまで違うのは荷重を下げたら、はい、後ろのこの状態でも、あ、単独で、単独で完全下がる。前全部下がらなかったですよね、うん。まあ、だけ今まではここにこうあったような感じよね。そうですね。それをエンジン側につけとったのを、もう丸々のノーマル位置にもうループを組んで、このショックをつけたと。そうですね。でこれがハーレーグ作戦で、耐荷重がめちゃめちゃでかいよね、結局っていうことですよね、うん、これ1個でちょうど、まあそんなもんか、うん、ハーレーグ300キロとかありますもんね。300キロ、400キロある分用じゃけん、あ、
これでちょうどいいですね。これでかなりちょうど良くなったマジで、はい、これでさらにボディがついたら、まあ重みがここにどっしりくるけん、そうです、もっと安定すると思う。スパッと下がって、うん、これでじゃあもうボディを乗っけて、はい、リアの荷台を作っていくかという感じになりますね、うん。これで、はい、今ボディ乗っけたんですね。ボディ乗っけて、これは全上げ。いや、あ、これは全上げだよ。これは全上げですか。この前タイミング高くなった、めっちゃ上がってますね。ちょっとこれ下げてみよう。はい、全下げでどうなるか。これで今平行ぐらいですね。あ、そういうこと。はい、これ、ああ、これちょうどいいですね。この前より下がってる。下がったですね。絶対下がってるな。フロントだけ前上げするよ。はい。あ、ケツ下がりになったですね。これでリアをちょっと上げればいいですか。そうですね。もうちょい、もうちょい。これで平行もしくはちょい上がり。これで走ってもおかしくないですね。これが基準車高ぐらいの方がいいね。ちょっと乗ってみた状態でどうなるかやってみる。あ、いいっすか。上がってきた。もうちょい。ああ、そんぐらいで平行スマイルと、うん。ああ、いや、あのボディが当たる。ああ、そういうことですか。あ、いけそう。俺に乗り心地良そう。マジですか。マジで。荷台をつけてみたんですけど、はい、えげつない、えげつなく車高が上がるってことこれホッピング車みたいですね。いや、すごいよな。ハイドロつける。いや、もうハイドロみたいなもんで、それでこうやって我慢すると面白い。確かに。しかも多分ほんまの普通のハイドロつけたらぶっ飛ぶよこれ。で、ちゃんと全力のチェーンつけて、フロント化して、はいはい、もうちょっと後ろ切り替えて当たるんでね、上がった時ここ、ここね。そうですね。うん、だいぶ切り上げて。いや、すごいよこれ。アホやな。まあ、こうなるってことよね、可動域は。うん、まあ、これでハーレーの生かしてやるか、もうフロント用のあのビッグスクーターのマグザム用かなんかを今前についてるのを、あれがフルタンクの調整式じゃけん、リアに入れてそれで調整かけた方が乗りやすいかもしれない。もしかしたら、こうベストな位置にした時のこう姿勢がちゃんと安定してもいいよね。そうですね。まあ、これでじゃあもう荷台を作っていこうか。そうですね。次回こっからこう枠を組んでやっていこうかなと、はい、思います。はい、今日はどうでしたか。動画どうかね、的にはインパクトなかったかもしれんけど、まあまあ、こんなどん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 マニアックなんで今日は。そうですね。こんなん見てもわけわからんやろ、普通にと。まあ、僕らはこういうね、はい、こびずに、はい、自分たちの好きなことだけやっていこうと思いますんで、はい、もし面白いと思った方は高評価と、まだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。何なんすか、それって。ウグイス嬢っすか。